やってきました長崎県、山内とテルと西崎と春岡です。イエーイ。さあということで、今回はアドベンチャーワールド公式 YouTube で長崎県バイオパークへやってきました。イエーイ。ありがとうございます。今回の企画はですね、私たちアドベンチャーワールドで飼育スタッフをやってるんですけども、この飼育スタッフが他の園館に来た時にどういうところを注目して回っていくのかというのをですね、やってみたいと思います。園内マップございまして、さあ、本当に何もまだコース決まっておりません。今から決めます。どこを回っていくか、どこを見たいのか。肉食動物担当なので、スナネコ行きましょう。てるさんどうですか。私は、カバが好きなので、はい、絶対カバの池は外せないなって思ってます。カバ大好きなんです。カバ大好き、見せて、皆さんに見せてください。じゃあほら、カバの靴下、カバ大好きカバ大好きなんですこのフラワードームってどんな感じの展示になってるんですか。温室みたいになってて、はい、植物がたくさんあるんですけど、はい、実はその中に何種類も動物が、もう本当にその話し合いというか、話し合いもしてますね。はい、ぜひぜひここも行きたいですね。ということで早速行ってみましょう。出たー。お、もう早速純粋に楽しみたいな猿が、すごい。じゃあつなぎ、スレスレやんスレスレ尻尾水使ってる。すごいな。フサオマキザルのメスのダイゴです。メスのダイゴ、はい、もうなんかちょっと印象的に、持ってます。はい、ます。自由や自由や印象的になんかね、やっぱ策がないなってイメージあるんですけど。いやもうそうです。もうそこはやっぱコンセプトとしてそうなんですか。そうですね、はい。出てこない。あ、出てきた。腕の見せ所です。持ってますか。あ、大丈夫です。大吾、大吾、これ投げる方の技術もいるで、これ。おーい、あの下にあの鯉たちが待ってるおーい、投げる方声がそうなるわねそうなりますよね。あの獣舎の中に綺麗にスーンと入れてもらえれば、ね、はい、それしかないよね。え、でもレーズンハイレベルじゃないですか。そしてあの中に入れるか、うん、あの足場に、はい、トン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 行きますそうそうそう、あれそれじゃダメ、それじゃダメです。あ、そういうことです、そういうことです。でも、おーい、最後あるよ、来た来た。いやー、面白いな。あ、落ちたよ。あ、食べてる、食べてる。おー、おー、あ、声が。ちょっとやらしてよ。あ、なくなった。嘘やん、嘘やん嘘やん、そんなタイミングある。え、なくなった今ちょうど。ありがとうございます。そうなの。キャッチボールみたいに、投げてそのままダイレクトでキャッチして。今ちょっと第五的な反応はあれですか。ちょっと興味なさそうな時間でした。そうですね、まだ朝ごはん食ってたから。ああ、そういうことか。え、どこに、脱作してる。これはもうどこまでが展示かわからない。これは展示場。あ、そうですね、その子たちの展示場はもうここら辺。すごい。なんでこれが成立するんですか。もう素直に聞きたいですわ。まずバイオパークの動物に対する考え方っていうのが、はいはい、まあ多分人間も一緒なんですけど、欲求を満たしてあげるっていうのが大前提、うんうん、で、自分たちが多分行動して求めるものっていうのは自分らの欲求だと思ってて、で、まあ、それを、まあ、何らかの方法で提供するっていうのが僕らのコンセプトなんですけど、はい、まあ、展示場を
僕らはまあ豊かにしていくっていうのはもちろんなんですけど、動物たちの行動を結構尊重してて、で動物たちって自分らで行動した後自分らでいろいろと生活を作っていくんで、まあもうそこを含めて展示にしようっていう考えで、まあなのでできるだけ僕らは素材を提供するって感じで、そこから動物たちが生活環境を作っていくって、でそうすることによって自分らで欲求を満たしているので、まあ、言うたらそこで完結するんですよ、はいはいはい、だからそれ以上どっか行ったりとかっていうのがほぼほぼない。そこで満足できる。あ、そうです、そうです、まあ、なんでこういうところに例えば素材になるような、まあ、いろいろな太さの枝を用意したり、長さ、短さ、あとはまあ分からないですけど砂とか綿とか植物とかそういうのを提供するっていうのが、まあ、僕らの飼育員がやる、仕事の一つです。個体管理ってできてるの？あ、はい、一応あのもう収容とかはやってるので。そうなんですね。日中はもう本当に自由って感じです。たまに本当になんかあそこら辺で涼んでる時もあるし、すごい上に散歩行ってる時もあるし、その時って夕方収容どうするんですか？はあのおいでーって、まあまあそれもまああのうちうちの話やっぱ教科書とかを、はいはいはい、あの見つけ出せれたら全然可能っていう。そういうことですね。はい、だからそれも上に行くっていうやっぱ欲求があるんですけど、はいはいはい、それに勝てる欲求があると、はい、来てくれるんで。欲求か。そうです。まあそれが分かった動物たちは結構もう自由にさせて。そういうことですね。そこを見つける作業がってことですね。そうです、まあ、そこがやっぱ飼育員の見せ所ですね。うちでの、はい、ゲストに動物が危害与えるっていうのは何ですか？お客様もバイオパークのこの雰囲気をこの書店で感じ取ってもらってるので、なんか無理に近づこうと思ってないんですよ。はい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 、はい、で一応入場の前にですね、はい、あのまあ、お子さんからは絶対に目を離さないでくださいとか、あのとりあえず動物館見ますっていうのは言ってるんで、多分どっちかっていうと人間側が結構注意して入ってるのかなっていうのはありますね。多分距離が近いからこそちょっとあのお客様も警戒心持たれて接するんだと思います。カピバラ、めちゃくちゃ面白いな。この2本、カンガルーとかじゃないですか？カンガルー？カンガルー？そうですよ、ね、指の数がヒントです。でも絶対こうですよね。どう歩いてるんですか、この動画は。あ、正解。あら、あ、本当だ。なんで指の、なんで今首割れて分かったの？なんとなく。なんとなく。二重扉になってて、これ両方開けちゃうから出ちゃうっていう。ありがとうございます。はい。あ、そう。あ、こっちの方が綺麗ですね。多分ちょっと経過しちゃうかもしれない。ちょっと満足してる？ありがとうございます。いただきます。あ、すごい、いただきます。食べる。あとマヨネーズだけいただけたら。マヨネーズありますか？電子レンジありますよ。あ、危ない危ない。ないもん。ないよ、皮がないと。ねえねえ、ちょっと待って。なんか、かわいい。まあごめんね、私はないんですけど。純粋に楽しいね。私はないんですけど、ごめんなさいね。こんなゆっくり。これでも、アドベンチャーワールドのマーラってあんまり寄ってこなくない？アドベンチャーワールドのマーラ、こんなには寄ってこないです。ごめん。あの、餌、お腹空いてる時はめちゃめちゃ寄ってきますけど、こんなに。すごい寄ってくるよね、はい、イメージ。これ、餌の指向性が高いんじゃない？そうかもしれない。かぼちゃあげてないです。ね。はい。これ餌の種類によって、これでもやっぱりでも毎日スティック切るのもいや大変ですよね。そう、かぼちゃなんて
硬いですね。あの包丁で切るランキング1位ですね、かぼちゃは。私も嫌いです。かわいい、いい音鳴らすね。これはあの全体の給油量の中から。ああそうですね、これの、まあ、大体平日何個売れるぐらいで考えて夕方のやつ調整して、まあ、それ以上の量であれば次の日の終わりを調整するって感じ。嫌で、もうこの動物いないところでもちょっと異国感感じてもらえるように。なんか雰囲気あるよね全部に。私の行きたかったところ。ラバドーム。ここってあれですよね、ナマケモノがいるけど見つからない。そうなんです。いやーそんなんいいっすね。担当でもちょっと見つけれない日ある。そんな湿度がある。ここでもう湿度違う。うわあやばい、足がくやつや。あすごい、このさんすごいです。え、なんでここでこんな変わんのやろね。まあまあ空気の分かれ目やな、ここは。ナマケモノ探しやりますか。お、やりましょう、やりましょう。蝶々はね、いるんですけど。何頭いるんですか。2頭で、はい、1頭はあの子供がお腹にくっついてる、で最近たまに離れてきてるんで、場合によっては3頭いるかも。よし、見つけるぞ。はい、子供です。すごいね、この展示は。てるさん、また全部写真共有して。はい。すごいね。顔上げた、顔上げた。うわ、ほんまや。かわいい。後ろ見てられる。かわいい。かわいい。もうほんまに。これでもこの環境があるから繁殖するっていうのはないですか。いや多分あると思いますね。結構繁殖ってやっぱ環境大事じゃないですか。めちゃくちゃ大事だと思います。そこは満たされてる、ま、それ以外がちょっと弱いっていう相性だったりご飯とかの、ね、この空間は無限の可能性がありますね、はい。本当にまあ、ゆくゆくはあのサル系もそうですよね、はい、話せたらなっていうの。だからすごい高さもあって。そうなんですよ、高さめちゃくちゃいい展示できるじゃないですか、はい、めちゃくちゃ羨ましいんだけど。いやあのプロデュースしてもらっていいですか。いやめちゃくちゃ羨ましいんですけど。むしろ嬉しいですけど。ここあの最初あれやったんですラッコ感が。ラッコ、はい、北極館っていう場所で、あそこにまあ円の穴があると思うんですけど、はいはい、あそこからこう顔出すっていう。へえ。でもプールだった。そうなんです。だからこのアクリルもめちゃくちゃ分厚いんですよ。めっちゃあのその横見てもらうと。上にもめっちゃいるハイラックスさ。でちょっともうバイオパックがもう40数年経つんで、ちょっと老朽化で。あの水を抜かないといけないってなっちゃって、水を抜いてこの高低差を生かすって何の動物だろうってことでハイラックスになった。こういう得意な動物なんですね。はい、
別名岩ダヌキとも言われるんですけど、崖を生息地で。なんか結構固まってるイメージしかないですね、ケーブハイアックスって。こんな動いてるの初めて見たかも。全然来ようよ。でももうすでに何かいるかもしれないけどね。看板ですよね。え、嘘やん。クロキツネザル。え、ここは何？どこが檻も。え、ここだって何もないでしょ。柵が。ここ山じゃないの？普通に長崎県の山じゃないの？なんでここなんか俺らドーム入ってないの別に今。入ってない。むしろ出てきました。出てきたよな今。でもどっかにいるんですよねきっと。そうだね。今ここなんですけど、はい、だいたい黒キツネザルが移動する範囲が、うん、ここら辺ですね。ここら辺どっかに。広。このですか、敷地外に出るとこも柵は特にないんですか。そうですね、まあ猿を防ぐような柵はないです。園外の周りないってことですか。一応外周フェンスあるんですけど、猿はもう登っちゃうんで。そうですね。例えばですけど、逆にね、この園内の他の動物の展示の中に入っていくっていうこともないですか。います、はい、あのキリンの上の木にいたりとかします。すごい。事故とかはないんですか。動物ないんですよ、やっぱお互いどこまで何ですかね、近づいていいものなのかも分かってるし、自分の逃げ場もちゃんと頭に多分入った上で近づいていってると思う。ちなみにここのその黒キツネザル、はい、まあ、何頭群れで動いてるんですか。孔子のキツネザルは何頭今は8です。8。あ、8で群れになって一緒に動いてるってことですか、はい、すごい。聞こえません。聞こえます。なんかわわわわ。これじゃあ、あれが黒キツネザルの鳴き声。どっかにいるんだ。どっかにいるって足ぐらいに。ここがビーバーなんですけど、はい、多分まず寝てる。そこは樹皮ビーバーが下やっちゃったんです。どこですか。木の下のところだけ。あ、そうですかじってますね。あのこの下の木も人間であそこの枝切って落としてあのまあここじゃ狭いなっていうのと選択肢もないなっていうので、今ちょっとお試しでこの子をお散歩させてるんです。たまにどうやってお前のようにしてあの木の端があるんであれをここに置いて、もう出てみなさいと、はい、ここら辺どうぞって。へぇまたそういうことなんかでも、なんかどういう行動出るんですかね、もしそうしたら。あ、意外とですね、もう急斜面登っていくんですよ。へぇー、なんか結構あの、クロキツネザルに関してはあの飼育員の、まあ、経験値になるんですけど、一番そのいつもの行動パターンから外れて、かつ園外に出ちゃうっていう時が、あの群れのバランスがちょっと崩れる時、はい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 、その時の、そうですね、前兆みたいなのがあるんですよ、はいはい、それをちゃんと察知できるかってことですね。そうです。でもう早めに誰を引くかを考える力というか、いや、そう、多分そこの技術って、だから多分僕らが普段やってる技術はまた別のところの、全然違うんですね。そう、その管理の仕方がもうこれなのででもそこってすごくて、最終はでも動物任せやんか、完全管理じゃなくて、どっかここまでうちが管理することによってこうなるんだろうっていうところを操作するのって簡単なようですごい難しいと思うよね。それができる技術が圧巻ですね。いや、取れた。はい、じゃあ投げます。
かさっき言ってたんですけどね、尻尾ってなんか舵を取るんだったら左右に動かす方が使いやすいんじゃないかみたいな。でこの上下もいいですか。確かになぜ砂にこう入れようと思ったの。手やりっていうのがもうそもそも、うん、なんかもう昔からうちではそうやってるんで、